赤ちゃんのへその糸口などに含まれる際、血が、国に無届けで患者に投与されたことで、採体地の保管や販売に関わったと、摘訴された業者二人に対し、松山地方、若所はいずれも執行猶予のついた有罪若を言い渡しました。去年から今年か、で、採体地を国に届け出ないまま、要、どの目的で患者に投与したなどとし、業者や医師ら合わせて6人が逮捕され、4人が再生医療安全性確保法違反などので起訴されました。このうち、8年に、糸那破綻した民間の採体地バンクか、出てきました。やっぱり温泉に行って、になると赤くなるので、その時が、番、ります。よその子供たちが、う、る、する、怖い逃げろと言ったりす。示しました。内臓、関節、皮膚病、ブ、ルということだったからもう病気が、ブ、なら500万出しても、わらにもすっぴ、いいような気持ちだった。先端医療だら高いのだろうと思って、回復の望みを託し、投与を受けま、手が、症が改善することはありませんした。男性は、採体地の違法投与事件、きつ、けにクリニックから受けた説明が事実と、なっていたことや感染症などで体に危険、及ぶ恐れもあったことを知りました。精鋭は、医療についての様々情報を、耳にする中で、何が正しく、信じてよいか、わからなくなっていったと当時を振り返ります。やっぱりどこが悪い、こう、悪いと人に言っていたら情報が次々、ってくるので、ちょっとでも早く良くな、たらいいなと飛びついてしまった気がし、京都大学 iPS 細胞研究所の8、未特定准教授は、医療の知識が乏しい。者がつけ込まれないよう、正しい情報を、借りやすく提供する体制が必要だと指摘、ます。インターネットなどに医療、関、る情報が溢れていて、何が正しい情報、なのかを患者が判断するのは難しい状況。こうした事件が起きた背景には我々、旧社や医療者が一般の人に適切な情報提供をしてこなかったこともあります。情報、ともをきちんとしていく仕組みを整える必要性があります。八大特定准教授、遺体地を使った治療など再生医療を、門下相談窓口を設け、医師らが患者、長に対応する仕組みを作ろうとしているということです。厚生労働省も今回のことを受け、先月から国に届け出をして、採体を提供する医療機関について、一覧、ホームページに掲載していて、治療を検討する際の参考にしてほしいとしています。